皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は2023年2月27日に行われた、第73期アルソック杯王将戦、一次予選、山崎貴之八段と、稲祐介七段の一戦をお送りするぜ。さて、冬の海が干上がるような熱量の番勝負、その裏ではすでに、来季の予選が始まっているね。まずは一次予選を勝ち抜き、二次予選、そして王将リーグ、番勝負と、人と背をかける、長い勝負の始まりだ。まずは一次予選、山崎八段は2回戦からの登場、稲七段は、増田裕次六段を破っての2戦目、この対局の勝者は次戦、井田四段との対戦ね。では、対局に入る前に、お互いのプロフィールを確認しよう。まずは先手の山崎八段。1981年2月14日、広島県広島市出身、森信夫七段門下の42歳、今季竜王戦1組、順位戦 B 級1組、タイトル獲得はまだないものの、王座戦で1回登場、一般棋戦優勝8回、山ちゃん、西の王子、変態、ファンから様々な愛称で呼ばれるほど愛されており、現在、躍進を続ける関西棋士の兄貴的存在だ。その棋風は形容のしようがなく、独創的と呼ぶには独創的すぎ、真似したくてもできない、真似しちゃいけない、みんなが諦めた結果、行き着いた結論が、変態という、理解を放棄した評価よ。だが、その指し手は理にかなっており、序盤に指した握手が、なぜか終盤の鍵になる、見据えた盤面の次元が違うだけ、そう思わせる、構想力が魅力だぜ。本日は先手、得意の相掛かりを狙うのか、その出だしから注目よ。それでは続いて、後手の稲七段。1975年12月18日、神奈川県逗子市出身、小林健二九段門下の47歳、今季竜王戦5組、フリークラス、何かとエピソードの多い先生だな。まず、皆さんがご存知であろうことが、妹さんが漫画家の稲恵さん、渡辺明名人の奥様ね、鍋名人のお兄さんに当たるわけだな。また、奨励会三段リーグで、次点2回獲得での棋士編入第1号であり、史上初の順位戦編入、再びのフリークラス、そしてフリークラスでありながら OA リーグに参加したりと、逸話の枚挙にいとまがないわね。棋風配備者等で、相掛かりや矢倉といった、正面からぶつかる将棋を好む傾向だ。本日は相掛かりを得意とするお二人、序盤から激しい将棋に期待しよう。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は霊夢が先手、山崎八段、マリサが後手、稲七段だぜ。それでは、お願いします。2六歩。8四歩。2五歩。8五歩。さあ、山ちゃんの先手番、選ぶのはもちろん、7八金、腕力勝負へいざなう、相掛かりね。3二金、正面衝突は望むところ、勝負だ。3八銀、ぶつける前に、攻めの右銀をアップして。7二銀、角の退路を確保、最低限の処置をする。9六歩。1四歩、飛車先の交換を保有、銀の出口を作っておこう。4六歩。取ってこいと言わんばかりの誘いでもあるな。6四歩、安易に乗らず、私も攻めの用意。4七銀、どうやら先手は腰掛け銀に進めるようだ。6三銀、速度より、着実な連携を目指していこう。2四歩、では、飛車先の歩を交換していこう。同歩。同飛車。2三歩、空中に浮かず、自陣に下げて場を収める。2八飛車。私はまだ交換を保有。3四歩、先に角道を開け、交換を目指す。先手は腰掛け銀を目指しているはずなので、先に局面に手を打ち、主導権を握っていこう。さあ、どうぞ腰掛け銀に。三六銀しないだと？なんだなんだ何が起こっているんだ。ふふ、これはいわゆる鎖釜銀。後手が開けた角道の三筋、油断してるとそれをかっさらっちゃうよ。むむむむむ。四二銀、角交換を経ずに、三筋の歩を守りに行くぞ。二五銀、これで後手は、角道を塞ぐことになるね。三三銀、だが先手も銀が宙に浮き、動きづらくなるのでは？七六歩、それをなんとかするのが腕力ってもんよ。四四歩、この変態め、全くもって予測がつかん。六八銀、褒め言葉をありがとう。褒めたつもりはないけどな。八六歩、では私も、飛車先の歩を交換だ。同歩。同飛車。
87歩。横歩は取らず、自陣に帰っていった後つく。82飛車。この隙に王様を移動、居玉を解消よ。69玉。お互い自陣に手を入れておこう。52金。58金。浮いた歩を狙い、金を繰り出す。54銀、カバーするには角道を塞ぐ必要があり、先手の攻めが遅くなるな。やられたらやり返す、というわけね。それなら、16歩、無視して端攻めに手をかける、むむむ。94歩、私も先手玉側の端に、装填を作る。ふむ、いよいよ本格戦闘が近づいてきたね。私は2筋に銀を繰り出し、銀交換を目指している。端攻めと組み合わせ、強者を引っ張り出せば。交換を封じ、その場に残った角の脇腹に、銀を打ち込み通打となるわ。これでは飛車先突破も確実で、目も当てられない状況だ。そうでしょうそうでしょう。おとなしく、私にその道を譲りなさい。36歩。このまま進め、3筋に足場を作ろう。銀は後ろに下がれないけど、交換前提だから、退路はなくても問題ないね。むむむ、このままでは無理やりぶつけられ、銀交換から角回りを剥がされ突破されてしまう。それはちょっと困るな。なので、私としては、王様は飛車側に逃がす、右玉模様を頭に入れつつ、突破を目指す飛車を抑えながら、狙われている角周辺を、ほぐしていかないといけない、なかなかハードなミッションだ。だがしかし、私の人生、この程度でへこたれるほど。6五銀、やわない生き方をしていない。7七銀、このまま斜めに走られると困るわね。先手の角道が止まったところで、1三角、4筋の歩を取れば、そのまま飛車に当たるぜ。3五歩、ラインに緩和を入れ、時間を稼ぐわ。2四銀、ならばあえて、こちらから交換をせがむ。3四銀、王子面に潜り込む、ならば歩打ちで追い返し。3三歩、嫌が王にも交換させよう。仕方ないね。2五銀、角の根詰まりも解消し、銀もさばける。同銀、先ほどと違い、だいぶほぐれてきたな。同飛車。続けて角をさらにさばいていこう。3四歩、同歩と取れば道が開け、放置すれば角で歩を取れる。2八飛車、一旦、孤立した飛車を自陣に引くわ。3五角、歩切れを解消、さらにこの先に狙いを定める。4八飛車、さすがにこれ以上の進撃は目に余るわ。3三桂、4五の装填に、引きを増やす。3六銀、角に当てつつ、私も増援を送るわ。2四角、引いた角を端に追い詰める。2五歩。1三角。さあ、これ以上逃げ場はないでしょう。1五歩、ははは、どこへ行こうというのかね。むむむ。4五歩、自陣に押し込まれては、どうも味が悪い。同歩。貴重な歩を使い、飛車を叩いて。4七歩、同飛車と取ってこようものなら。頭に銀をねじ込み、2七飛車、3五歩に、4七銀、同銀、同飛車、3六歩で迫るがどうだ？角のラインに再び銀を打ち込めば、攻め味が出てくるってもんだろう。同銀、銀で受け、叩きに備える。それなら、4五桂、桂跳ねで歩を取り、5七に利かす。6八銀、銀引きで数を揃え、飛び込みに備える。7六銀、その隙に、空いた8筋に狙いを定める。8筋の数で勝り、竜作りが確定するぜ。なんのそれなら、11角なる、馬を作って角を避難させるわ。8七銀なる。同金。同飛車なる。確かに竜ができるのは大きいけれど、7八銀、馬銀の利きで、これ以上先には進ませない。8二竜。車線に打ち込み、竜を誘い込む。8四歩、同竜と取れば。1四歩と角に働きかけ、2二角、同馬、同金に対し、6六角、とする手が竜金取り、再び馬もでき、万々歳ね。さすがにそれでは取れないな。8八歩、桂取りに手裏剣を放ち、馬を引き寄せるぜ。同馬、ここで竜を進めば、馬取りが先着し。8四竜、端攻めの効果がなくなるわけだ。むむむ。8五歩、ならばその竜、さらに引き寄せ。どういう、なんだなんだ、何をする気だ。8六歩。どういう、十分引きつけたら馬を当て。7七馬、あわよくば、竜と馬を交換したいんですけどどうでしょう。いや、さすがにお互い下段に弱点をはらみ、飛車が致命傷になりかねない状況なのに、渡せるわけないだろう。
82U。あら残念。では、遠目にその U を狙い。88強。強者を構え、8筋を制圧するわ。87歩、緩和に強を叩き、対応を問う。同馬、馬で払い、金取りにもするわ。なんの。22角、金取りは感受し、攻め合いの姿勢だ。むむ、このまま金を取れば、仕返しとばかりに強者を取られ、自玉の眼前に迫られてしまう。後手陣は竜のそばが広い分、この陣形差がどうも気分悪いね。ここは金取りを保有し、一旦守りを重視して。66歩、最終決戦に備えよう。42金左、今のうちに金を寄せ、引き締める。46銀、嫌味になっている桂馬にアプローチ。36銀、桂馬に紐をつけつつ、飛車の頭に突きを入れる。つまり、桂馬を銀で取ると。飛車の頭に叩きを入れ、銀との連携が切れ、さらに、と金作りにつながるいやらしい手だね。ならば先に受けを用意し、飛車を動けるようにしておこう。49歩、48でふわりと受け止める。むむむ、ならば、65歩、U、角どちらかのラインを通しに行くぜ。77銀すぐ、銀で支え、角のラインを緩和よ。47歩、狙いの一手ではあるが、ひらりとかわす。38飛車。歩で支え、突破を許さない。35歩。でもここで、忘れた頃にやってくる。14歩、端の利かせで後手陣に侵入よ。なんだと。44角、1筋で受けていたのでは間に合わない。視界が開けたところで、18飛車、進路を邪魔することができず、竜作り一直線ね。66歩、こうなれば攻め合いで決着をつける。13歩なる。86歩、でも、歩を垂らしたことで8筋が重くなり。65馬、速度で私に分があると見るわ。43金すぐ、持ち駒を節約、あり合わせで守りを固める。22と金、飛車先オールグリーン、発射往来よ。48歩なる。こうなったらもうノンストップ。11飛車なる、1段目に竜を作り、いよいよ最終盤。41歩。ここでと金を払って安全を確保。48歩。先受けの歩がいい味出しているね。54金。6筋8筋、両方をカバーしながら、76馬。慎重にことを進めていこう。ぐぬぬぬ。62U。31U。61玉。後手玉の逃げ道たるべき、左上に、82歩、停滞歩の拠点を作ろう。同流で払った場合、86強が強烈よ。93桂。桂馬が跳ね、丸くなった9筋に。94馬。馬を飛び込み追うて、これ以上粘るのは難しいでしょう？ぐぬぬ、72金を打つなど、合駒を入れる手はあるが、続く81歩なるでと金を作られ、82と引く手に受けがない。では、その間に私が攻めきれるかというと、どうも無理と言えそうだ。序盤の作戦でペースを握られ、一時押し返せるかとも思ったが、やはり、腕力勝負の力戦では、想像以上の実力を発揮するようだ。これはもうお見事としか言えないか。負けましたー。ありがとうございました。やはりその世界に引きずり込まれると四方八方から幻惑されるような感覚になるな。立ち上がりはありきたりな相掛かりだったけど、21手目鎖鎌銀という棒銀でも早繰り銀でも腰掛け銀でもないプロではあまり見ない戦型に突入。3、4の歩を狙われたことで、後手としては、取られるわけにもいかず、銀を上がることで、角の自由が制限されてしまったね。銀を交換すると、飛車先と端攻め、双方をカバーするのが難しくなるので、後手としては、だいぶ苦しい展開ながら、何とか角をほぐし、前線に向かっていったけど、1筋まで押し返され、1号歩に手をつけられたところで、だいぶ苦しくなってしまった印象ね。さらに引いては、先手陣への攻め味が薄れ、また序盤の、角が活躍できない局面になってしまうからな。さらに終盤戦。4筋、飛車の頭に歩を叩き、誰歩の役割も果たそうとしたが、この底歩が実に効果的で、飛車が後は任せたと言わんばかりに、軽やかに脱出されてしまったぜ。でも実は、この底歩、AI 的にはあまり評価が高くなくて、自陣に打つより、後手陣の金を叩くのに使った方が、目先では良かった、という評価みたいね。なんと、そうだったのか。ただ、あくまで人間的には、後手の狙いを見越して受ける、という意味において、間違いなく効果的なものであるし、現に、結果として、
18飛車の展開から、勝負を決める、いわば AI 超えの手と言っていいんじゃないかな。さすが山ちゃん、この世の断りを超えてくるな。この結果を受け、山崎八段は3回戦進出、次戦は井田明宏四段との対戦ね。井田四段も、稲七段と同じく小林九段門下、名門の森門下と、近年躍進を遂げる小林門下、そういう視点で見てみるのも、面白いかもしれないな。さ、それではそろそろお開きにしよう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録をお願いするぜ。ベルマークもオンにしてくれよな。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いね。それではこの辺で。バイバイキン。